こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日はグリコのカレー職人、ナスとトマトのカレーです。以前もナスとトマトが入ったカレーを食べたことがあるんですが、トマトの酸味がカレーのスパイスと一体どのように溶け込んでるのか食べてみます。それでは準備します。カレー職人、ナスとトマトのカレー出来上がりました。それではいただきます。トマトの酸味がとても効いてて、少し酸っぱいですね、カレーソースが。今食べてるのは中辛ってなってるんですけども、どちらかというと甘いです。これはおそらく玉ねぎのコクと書いてありますので、炒めた玉ねぎの甘みだと思います。そうですね、酸っぱくて甘い、ちょっと不思議な味です。完食しました。ごちそうさまでした。食べるのがとても早く終わったんですけど、そうですね、大人の男性にとってはやや物足りないというか、かなり物足りない。口当たりもマイルドで、甘くて酸っぱくて、優しいお味なんですけど、こうガツンとくるものがないというか、ちょっと言い方が悪いかもしれませんが、普通のカレーということで、評価させていただきます。はい、それではまた明日お会いしましょう。さようなら。現在のランキングをご覧ください。どうぞ。ゆるゆるクラブ TV チャンネル登録お願いします。